こんばんは、MAです。やべ、こんばんはじゃない人がいるかもしれん。こんにちはかもしれないよ。やべ、おはようございますかもしれないよ。どうも、MAです。はい、本日ゾロ16単だからダメ。何言いたかったの。何、 16? 本日ゾロ 16? 16 何全然かすってないよ。何、16通りにしてみたって言おうとしたんだけどさ、うわー、16通りにしてみたって言いそうになっちゃって、ダメダメダメ、ちょっと失敗したんだよ。ダメだね、ここ使いなさいよ、あなた。あなた自分が編集するからと言って使いなさいよ、ここカットしたらダメだよ。しかも嘘ばっか言ってます、このボスさん。嘘ばっか言ってます。今日はですね、ゾロをちょっとリアル化していきたいと思います。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、こちらです。グランディスタのゾロですね。ついこの前さ、あの秋葉に行った時にさ、はいはいはい、買ってきたやつだよね。そうです、そうです、そうです、そうだね。結構安かったんだよ、なんか。これはね、トレーダーさんで買ったかな。箱痛み大って書いてあったから。ダイとまで書いてあったっけ。あー、確かにダイやな、これは。確かにダイかもしれん。まあ私的には別に、なんかゲームとかのさ、防御力アップショーみたいな言い方すんだよな。あ、そうなんだ、そういう言い方すんだけど。箱痛み大みたいな。攻撃力アップ大みたいな。箱痛み大。ちょっとくせやね。私にはね、箱痛み大は何も聞きません。聞きませんか。全く関係ございません。ダメージゼロ。ダメージゼロやね。全然余裕。全然。もうむしろ箱見てないもんね。むしろ痛んでっかなとかチェックすらしてません。別に、うん、関係ないから、もう普通に。確かに、ね。普通に箱捨てて飾るんで、これ。もらって入れちゃうもん。うん、まあ取っとく箱はあるんだけどね、まあ、これに関しては別に取ってきませんので、うん、はい、こちらですね。じゃあちょっと開けますね。はい。ふふん、ふふん、ふふん。ほほほ。ほほほほほほほ、今ので全部伝わったね。うん、伝わったんじゃない、マジで。今ので全部伝わった。もうこの動画終わりでいいんじゃないか。あ、終わりでいいか。今ので全部伝わったんじゃないかも。はい、皆さん、こちらになります。じゃんじゃじゃん。見ての通り、かなり存在感のある、でかいね。大きい大きい、うん、でもあれだっけ、グランジスタの中でもさ、うん、割とこう大きさって全部同じわけじゃないもんね。そうだよね、そうだよね。顔がこういう感じになってるんだね。いわゆる普通にスタンダードなゾロっていう感じで。で、ゾロの、まあ、今回リアル化って言ったんですけど、まあ、目的としては、ほら、私、前動画見てくれた方もいると思うんですけど、中にはね、うん、女の子のフィギュアをさ、ちょっとリアル寄りにしてみたりとかしてさ、まあ、その中でもテイストはさ、いくつかあるんやけど、その時の気分でやってもらってますけれども、男性キャラはまだやったことがない。初めてだよね。うん、そうそうそう。私もすごく楽しみで、あの、普通になんだろう、やりたいなってずっと思ってたから、うん、まあまあちょっとやるかっていう感じの第一弾目がゾロにしようかなと思ったんだけれども、うん、見ての通りちっちゃいですね、目は。男性キャラは特にそうなんだけど、あ、でもまあキャラクターに、作品によるかな。ゾロは比較的こう、いわゆるキュッとしたイケメン顔といいますか、細めのちょっと切れ長といいますか、うん、の目の形をしてるから、割とこういじる面積っていうのは結構少ないのよね。しかも片目だから、だからなんていうか、まずパッと見た時に大きく差はないかもしれないっていうところがあるかな、うん、今回の感じ、うん、やってみないと分かんないって感じか。なんだろう、だからそのガチガチめっちゃこうバリバリ書き込む感じには今日はならないとは思うんだけど、それでも今ってさ、白目にもうほんと黒い塗りつぶしっていう状態だと思うんだけど、うん、まあ、そこに若干目に光をちょっと入れてみたりとか、もうちょっと目の形をちょっとリアル寄りにしてみた時にちょっとどういう印象になるかなっていうような感じを楽しみたいかなって思う。他のところも若干こう陰影をちょっとだけつけるかな、うん、本当気持ちって感じかな、それに関しては、はいはいはい、っていう感じですかね。どうだろうね、あんまり印象変わんないような気もするんだけど、まあまたあれだね、なんか大きい印象というところでは別のキャラとかでもチャレンジしてみたいところではある、うん、まあそういう感じです、皆さん。ということでゾロ目ちょっとリアル化行きます。どこの国から来ましたか。なんか私も今さ、行っててさ、雲行き怪しかったもんね。あれと思って、あれなんか大丈夫そうかと思って、言い方的にさ。じゃあ、はい、やっていきたいと思います。シュッ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 、はい、やっていきます。今回はね、初の男キャラリアル化です。まあ先に言っておきますけれども、今回もあの、なんて言えばいいんだろうな、まあ、具体的な話すると、もうガチでリアル化ではないんですよ。まあ普通に気づいてる方も多いかなと思うんですけれども、あの、本当の意味でリアル目で描いちゃうと普通に浮くので、まあ私の感覚的になんですけど、浮くので、あの、狭間みたいな中間ぐらいの感じのリアル化って感じで今回もやっていきます。
で今ねエアブラシ使ってなんだろうな、まあ、絵を描くような感覚でエアブラシで最初に肌の色、あと髪の毛、服の色を全体的にコントロールしました。刀はやっていません。まあ本当だったらやった方が面白いんですけどね、その方が絶対統一感は出るので、はい、ということでやっていってるんだけれども、割とね重厚感あるというか、結構深みがある感じの色をねザザザザってやってみました。でアイペイントです。そうなんですよ、なんかね多分気づいてる方も多いと思うんやけれども、今回は目の面積特にちっちゃいというか、しかもね開いてる目が片方だけだから、なんていうかな、描き込む面積的には結構少ないんです。だけどその分全体的に肌の色とかを調整したことによって、多分ね仕上がり的には割とね意外と変わってると思いますよ。目の面積がちっちゃいけれども、多分全体的な印象としてはね割とね変わった感じに仕上がると思います。やっぱりねちっちゃいとねなかなかこうコントロールが難しいんじゃないと思う方もたくさんいると思うんだけれども、このね開発させてもらったゼロカラーブラシのチビサイズ、普通サイズもね結構使いやすいんだけれども、かなりね小回りが効くんですよこの筆。まだ発売開始されてないけれども、これはねぜひ発売されたら筆塗りをちょっとしてみたいなっていう方は、最初はね扱い難しいかもしれんけど、ぜひぜひちょっと扱ってみてほしいですね。私的にはねかなり仕事できる筆です、これ。で鼻もね結構ね立体的にしていきます。もちろん造形は変わらないので、ちょっとリアル寄りになるようにちょっと誇張してね、誇張して最終的に飾った時にちょっとこうリアル風になったなっていうような、リアル味ある立体感が出るような感じで粘土で誇張して塗っていきます。私ねゾロをね結構ね好きなんですよ。まあそんな好きな人いっぱいいるだって話だと思うんだけれども、私二次元キャラクターの男性で好きになる傾向っていうのがあって、ほら好みね、だからそう好みっていうところでさ、自分の好みがね結構顕著に出てるんだけど、私はね割と顔が、丸顔じゃない人を好きになりがちですね。あとね男性的な体型ですね。あと身長が高かったりとか、あとはね鼻が長い系ですね。だからそういわゆるそのリアル系に、その二次元のキャラクターをじゃリアルにいたらっていう風に変換していった時の場合よ、その私が今言いたいことも、割とちょっと顔が長めで鼻がちょっとなんか長めで、あと目が細い人ですね。私目が細い人好きですね。なんか男のキャラクター、目がこうグリーンってでかいんじゃなくて、こう細いシュッとした感じが結構タイプですね、このアニメキャラクター考えたら。みんななんだかんだあるでしょ、絶対そのなんかこう自分こういうキャラクター好きになりがちだわみたいなのね絶対あると思うんだけど、自分の場合はねそういう感じなんですよ。だからゾロはねかなりルックス的にはねすごくタイプ、あとねそうだな、呪術廻戦やったらねゲトウさんとかめちゃくちゃタイプですね。なんか目がこう細くてそういう感じ。この今ゾロ塗りながらサンケゾさんの話受けるなって感じなんやけれども、でもちょっと分かりやすい、そうめっちゃ分かりやすいかなと思ったから今出しました。ちょっと極端やなと思ったんで見た目がね、シュッてしてる感じでね。ちょっと技術的な話に戻すともうすぐ終わります。はい、書き込むところは割と書き込むんですけど、そうだな、割とアバウトな作業をしてます。この前も言ったかもしれないんだけれども、そうですね、丁寧な仕事をもう全部にしないと迫力の出る作品に仕上がらないとは私あんま思ってないんで、そこに関してね抜くとこと書き込むところのバランスっていうのは毎回調整しながらやってます。そんな感じで完成です。完成しました。お疲れさんでした。はい、わしわしするの久しぶりやな。まあ割と久しぶりやな。じゃあいくよ、せーの、うぜえ、うぜえ、こんなところで嫌われたくないんだよ。もう潔く見せる女だよ。早く見せろよって。いくよ、せーの。
かっこいい、これ、はい、リアル化は男は初めてです。あのペローナの時にさ、ちょっとちらって私やろうかなと言ってたんだけれども、あ、見たい、そうだね、そうだね、そうそう、見たいですってコメントやっぱりあったので、そうやね、やっちゃおうかと思ってやりましたけど、確かにコメント欄でさ、男性キャラ見たいみたいなの結構増えてきてたから、うん、あったよね以前からね、うん、で私もやりたかったからもうやっちゃいました。第1弾はゾロでやってみましたけれども、いい、ね、いいチョイスだよね、やっぱやっぱゾロはやりたかったな。なんかさ、うん、どうなるかうまくいくかどうかわかんないって言ってたけどさ、うん、かっこよくなってると思うよ。いや、かなりなったと思う、うん、この肌質の感じとかもいじったのね。あー、なるほどね、うん、わかるでしょ。全然全然変わってると思うんだ多分、うん、ちょっとこうリアルテイストの若干絵みたいな感じるようにやってみたんだ。はい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 、はい、うん、なんかささっとやったりにはめちゃくちゃいい感じになったと思う、うん、あとね、鼻とかも造形はもちろん何にも変えてないんだけど、シュッとしてる感じする、するでしょ。あと、うん、鼻の小鼻が できたと思うの。あ、これはちゃちゃって筆で描いて表現してるんだ。だから、はい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 、小鼻の膨らみが多分出たような気持ちに見えると思う、うん、多分、うんうん、すげえすげえ、そうでしょ。だから割とちょっとリアル寄りな感じになったんじゃない、うん、なかなか、いや結構かっこいい。なんかさ、実際にさ、フィギュアケースの中に並べてさ、うん、そうだね、ね、そうだね、そこだよね、ちょっと雰囲気みたいわ。ちょっと並べてみましょうかね、じゃあ、はい、はいはい、よし、リアル化のコーナーに置きます、はい、ちょっと高いけど、どう？あ、でも全然、うぃー、感じじゃん、おいー、おー、なかなか、おお、ちなみに、いや、いいね、いい、よくない？結構、いい感じ、かなりいいね、これ、うん、でけえ、確かにでかいわ。なんかね、存在感ある。いや、めちゃめちゃある、うん、え、なんだろう、なんかめっちゃあるな。いや、なんか男性キャラもやっぱ増やしていきたいね。増やしていきたい、うん、若干さ、重厚感出したんだよね。明るすぎないようにしてみたいよ、ね、若干こう、いや、合ってると思う。合ってるよね、ケースも黒いしね。いや、かなり合ってるわ、これ、うん、今さ、電気つけてるけどさ、うん、これ多分ね、照明を落としてみてもかなりかっこいいと思うわ。だと思う、うん、こんにちは、あ、おい、先生、こんにちは。そうだね、テイストがね、違うからね、下はね、女性化っぽいと思う。いや、でもいいと思う、いいと思う。いやあ、ちょっとマニアックな趣味かもしれんな。でもこれマジで沼。今更ですけど。でも沼なんだよ、本当に。いや、マジで楽しいんだよね、正直言って。これ絶対やってよかったな。うん、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいな。皆さん、あの、リアル化もね、またやってきますので、でも私普段、ジョジョ化とかもやってます。そうだね、こんな感じで、ね。ジョジョ化とか、うん。ジョジョもいっぱいいますよ。ということで、今回は、ゾロのフィギュアのリアル化をやってみました。男性のリアル化もね、また多分気分でやってきますので。そうだね、うん、いろんなのやってるよね、うん、そう、いろいろやってるから。リムレとかも結構懐かしいわ。懐かしいな。こっちは結構アニメ調のリアル化っぽい感じよね。そうだね、割と目でかめでね、うんうんうん、そうそうそう、みたいな感じでなんかいろいろやってますので、アニメ好きとかリペイントに興味がある方とかはぜひ、あとフィギュア好きな方ね、まあ、ぜひまた遊びに来てください。みんなまた次の動画でお会いしましょう。またね。よろしければチャンネル登録もお願いします。久しぶりに言ったんじゃねえか、それ。いや、いつもさ、ちょっとあまりにも言わなすぎやなと思って。あの、ぜひぜひ、あの、そりゃそうだよ、見てくれる人が増えたら私もめちゃくちゃ嬉しいので。そうだね、うん、まあ、活動の幅も広がるので、見てくれてる方が増えると。いや、本当にそう、うん、なんか楽しいこととかもっともっといろいろやっていきたい。野望はでかいので、ぜひぜひまた皆さん遊びに来てください。ということで、じゃあね。またね。そっちじゃねえぞ、そっちじゃねえぞ、そっち。